久保さん、今回、シアターハウスにしましょうか。シアターハウスさんから、届きました。90インチのモニター、プロジェクターモニター、あの、スクリーンですね。これ、福井県にある会社さんなんですけど、プロジェクターを専門で結構扱ってて、まあ、その、なんだいっぱいあります。はい、こちらですね。えー、今回、 あの買ったやつこれからまあちょっと開封動画をね撮ろうと思うんですけど <laughs> まあまあまだねあと今配送中のがもっともっとまたでかいのがもう一個あるんですけど <laughs> まあそれはまあいいやと思ってもうちょっとかかるんでまあこれちょっと動画撮ろうかなと思うんですけど <laughs> まあ何が言いたいのかっていうとまあ僕はですねこのシアターハウスさんで商品を買いました シアターハウスさんでお勤めしていいる方がいますシアターハウスさんは僕がこの商品を買ったことによって売り上げが上がりましたその売り上げから給料が出ていますじゃあこれは人のため世のためなんじゃないんですかっていうことですね、まあ、あなたのためではないけど少なくてもシアターハウスさんの給料の一部にはなっていると思います あなたがシアターハウス、福井県のシアターハウスで働いてないと思いますけども <laughs>、まあ、あとはね、いろいろこう買ってますけども、まあ、この商品をね、作ってる方がいっぱいいるわけですよ。で、僕は買いました、じゃあ、その売り上げの一部は給料になってるわけですよね。だから、うん、まあ、僕もね、まあ、あのー、無駄遣い、まあ、これ全部仕事で、まあ、これも、まあ、動画にするんで、結局、全部仕事になるんだけども、うーん、 まあ、ビジネスっていうのは、まあ、あなたの会社も何かしらサービスとかね、えー、商品を売ってるわけじゃないですか例えば、まあ、こ,れもこれ30万で買ったんですけチャリねこれをこのチャリを作ってる会社さんもあるわけですよ30万で売ってるわけですけど、まあ、こ,のこの会社さんの貢献はしてますよね僕、まあ、この空気ね空気入れこれ4000か3000円したんですけどこの空気入れを作ってる会社もあるわけですよ、まあ、これを、ね、三脚作ってる会社もあるだろうし うん、だからお金を稼いでねじゃあその使うことは悪なんですかお金を使うことは悪なんですかどうですかねお金を稼いでそのお金を使うことは悪なんでしょうか無駄遣いなんでしょうかまあはっきり言うと物の見方によって無駄遣いっていうのは一個もないんですよはっきり言ってうん例えばキャバクラで合流したとしてもキャバクラで働いてる人もいるわけですからだから 多分、お金を使うということは、何も無駄はないと、あん、なんだろうな、なんかあんのかな。まあ、その製品を買うとかね、サービスを受けるっていうことに関しては、そこで働いてる人がいるんであるならば、うん、まあ、無駄にはならないですよね。そこで働いてる人が、その働いてる人の給料はどこから来るのかっていう会社の売り上げじゃないですか。ね。これはまあ、国家公務員の人とかは別かもしれないですけど、民間の会社さんは全部商品やサービスは何かしら何かを提供してるわけですよ。 でそれをな割合にしてるわけですよねだからまあお金を使うことは悪ですかにしましょうかまあシアターハウスいいやこれねもうあの多分福,福井ってそんな大都会じゃないですよねうんまあちょっとこう楽しみなんですけどこれ90インチですよこれちょっと楽しみなんですけどでかいですけどね 今から開封全,全開封していきますよ全開封いっぱい届きましたねあとねもう一個でかいのがあるんですよまあ基本的にマイクとかアンプとかケあこれ多分ねあのエックスケーブルなんですよケーブルケーブル作ってる会社もありますからねケーブルを作ってる会社もあるからねうん まあ僕はこれ動画コンテンツの一つの視点また作るんであれですけど。はい。ということで、シアターハウスでいいでしょうか。まあ、どうしようかな。お金を使うことは悪ですかね、しとこうかな。そっちにしときましょう。いってらっしゃい。